スーパースターと肩を並べ続ける一般人。ちょっと嫌な予感がするんですけど。どうも、人生の中で追っかけしかやったことのない女です。秋元志保です。よろしくお願いします。お願いします。どうぞ。いやもう今話題の方じゃないですか。ね、本当ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。いやもう今話題の方じゃないですか。ね、本当いいおかげさまで某巨大掲示板の人気者になってます。そうですよね。で前日全然知らない人から電話がかかってきて、地方の警察署だったんですけど、なんか窃盗かなんかの人が私の住所と名前と電話番号を言っていると、それで共犯じゃないかっていうので調査させてもらいますっていうふうに言われて、晴れて白になったんでよかったんですけど、それぐらいいろんな人に電話番号が知られちゃってて、おお、はい、迷惑している。いや嬉しくもあり、うん、嬉しいの、はい、有名になれて嬉しくもあり、うん、同時に危険を感じてしまうこともあり、うんうん、そうね、はい、いやこの、はい、スーパースターと肩を並べ続けるっていうのはどういうことですか。私は派遣のバイトをしながら、はい、365日追っかけをやっているんですよ。はい、きっかけは3歳の時に地元の喜楽屋呉服店っていうところに泉雅子さんが来て一緒に写真を撮ってもらったんですけど、以降芸能人と一緒に写真を撮ることに興味を覚えるようになったんです。泉雅子さんがスタートだったのね。はい、はい、そうです。はあ、証拠 VTR あります。はい、マイコすごい、おお、すごいね。なんでよ。すごいね。行くわね。なんやねこの順番。ちょこちょこ入れるの。スターと肩を並べ続けること30年以上、世界のスーパースターから日本の著名人までありとあらゆる手段を使い撮影したツーショット写真、その数なんと404名。秋元さんの飽くなき挑戦はまだ終わらない。すごいわ。すごい。しかもさ、ね、すごいのはいわゆるなんかバーっていう雑踏の中で、うん、こう適当にパッて撮ったのじゃなくて、はい、みんななんか肩組んでもらったり、うん、ちゃんとツーショットで撮ってるのが多いじゃない。うん、はい、あれのコツって何なの。あれはですね、何日も前からその建物に足を運んで構造を把握しておくんですよ。動線を、はい、追っかけがあったらその日しか行かないんですね、その建物に、ね、うん、ところが私の場合は下手すりゃ1週間前からそこの住人じゃないかっていうぐらいそこに通い詰めて、もうベストポイントをもう自分で見つけておくんだ。はい、はあ、こりゃすごいわ。みんな勘違いしてるけど、うん、実はいろんな隠し道があったりするんですよ。あ、そう。で、現にボンジョビが来た時にみんなが出てこない出てこないって言ってたんですけど、うん、
まあ、空港でビップ口があるのを発見してしまっていたんですよ。裏口、ね、はい、うん、それでもしやと思ってビップ口に行ったらちょうどジョンが出てくるところで、ジョンね、それでジョンボンジョビのことね、うん、はい、そうです、ね、うん、つい我々ファーストネームで我々っていうの反対が誰なのよ我々スターの追っかけに人生を費やしてきた秋元さんはこの日自分の人生を絵に描いてきてくれました。普通の高校に通っていましたが、これじゃ追っかけができないから、高校は途中から時間の融通が効くように通信制の高校に切り替えました。そう、追っかけのために彼女は通っていた高校を辞めたのです。マスコなんか写真撮りたいやろ。あ、はい、いやいや撮りたい。いやいや、ね、今まで別に私のことは何も知ったことないでしょ。我々小箱を狙っていくんですよ。それでマツコさんの場合、大箱、つまりテレビ局をはしごしているんで。大箱ってそういうことなんだ。劇場が小箱とか、はい、ライブ、そう、ライブハウスとかが小箱や。じゃあどうぞどうぞ。秋元さんたっての希望で、普段狙うのが難しい大箱タレントと写真撮影をすることに。マイカメラに次々とコレクションが増えていき、ご満悦の秋元さん、 MC のみならずアウト軍団との写真も撮り終え。僕も派遣やってますので、いつか。スタジオの空気は明らかに収録終了ムードに。しかし、事件はここから始まった。ありがとう。ありがとう。ああ、どうも、ありがとうございます。なんかね、ありがとうね。なんかね、自分で、落ち着くんか。落ち着くねや。自分撮り妖精ギプスっていうのを、それだから2人でこうやって撮んなきゃいけない時ね、1人で撮んなきゃいけない。そう、それでわざと自分の友達とかに後ろから突き飛ばしてもらったりとかして、それでもブレンとその友達と一緒に撮るとか、そういう練習をやってるんですけど、最近のレディーガガの空港なんですけど、もう人がもう年々2倍3倍4倍って増えちゃって、で後ろから押されるんで、でそのギプスがもう全然なんか効力を発揮しなくて、でやっぱりブレブレ写真になっちゃってて、いやですから、うん、日々、うん、何の話だったっけ日々トレーニングしてんのね。あ、そうなんですよ、ね、でっかい声で怒鳴りつけられてしまったと。いちごが美味しい、いちご美味しかった、はい、うん、あ、でもどうよかったら、いただきまもすです。すごいね、秋元さん面白いね、なんかね、でも、うん、自己満足が多いとか、うん、あとは小ネタばっかりだとか、そんな風にセキュリティの延々と話し続ける秋元さんに、なんとか帰ってもらおうと。で若いイケメン、それとなく MC2 人で終わりの雰囲気を作ってみたものの、あとはどこに行くのにもその空気に一切気づかず喋り続ける秋元さんに、やべっちがついに帰ってくれるかな、はい、あ、この思ったやつ引っ提げて、はい、帰ってくれるかな。あ、はい最後はあっさり行くのね。いやあれなんですよね。いや、どうした、うん、いやもう思えば、うん、思えばね、うん、思えば思えば遠くに来たもんだみたいな、うん、いやこれを、あ、そうだ、はい、すげえすげえ、うん、結構すごいね。これを見るたびにいや子供の頃にチョコレートだけ先に食べて、でそれでなんか
これを大事に食べてたなっていうぐらいアーモンドが高級品だったんですよ。そうね、昔はね、はい、で、うん、それで帰ろうか、そろそろ、はい、な、うん、はい、うん、なんかお疲れ様でした。そうですね、将来、あ、すいません、あ、ちょっとアカデミアもね、食べたかったのね、はい、うん、どうぞどうぞどうぞ、はい、食べて、うん、いやだけど、うん、将来的にハリウッドとか、うん、住んでみたいなとは思いますね。だってスケールが違うんですよ。旅行会社に派遣で行って、それでその人は優秀だったから、なんかハリウッド支店っていうのに HIS の、あ、某 HIS さんのハリウッド支店に、うん、うん、カメラの前であれだけど撮ろうかな、転勤になったんですけど、うちで、うん、うん、が、そのアカデミー賞の授賞式の時になんか出てるかもしれないっていうので、うん、なんかこうやって見てたんですよ、うん、で、あ、すいません、すごいよ、すごい、すごい、すごいよね。ちょっと番組初で警察呼ぼうか。不審者がずっとスタジオから出ていかないんですけど。あ、すいません、つい、なんかね、いや、ドンピリなんか1週間に座ったりとか寝泊まりして、あとはちょっと寄っていくっていう風に言われて、そのちょっとが4年間になっちゃったこととかあるんですよ。山下どうした、山下どうした、何泣いてんだ山下、山下お前すごさ、山下お前今までで一番笑ってんな、すごか、なんか一時的に見ればいいんじゃない、すごい、山下こっち来い、そこ来ない、そこ来ない、なっちゃったりとか、おい見ててね、山下そこ見、おい見てました、ほら、耐えたい耐えたい、の T シャツだ、あ、これワンピースのやつ持ってますよ、ありがとうございます、いやだけどその絵ってあれですよね、ワンピース描いてもナルト描いてもいまいち見分けがつかないというか、それ以外の人のなのか、すいません、ナルトの人なのか、あと帰ってください、でも友達で、あ、思い出した、思い出した、顔で赤いんだ、